こんにちは、速稼塾の子でございます。今回はですね、いじめについてのテーマですね。まあ、昔からね、いじめってのはあってなくならないんですよ。で、昔に比べて今はいじめが陰湿になったって言いますけども、まあそういう表現もあるけども、なんと言いますかね、陰湿になったようであって昔も陰湿だったですよ。昔のね、いじめってのはね、それも悲惨でしたよ。例えば何ボットン便所の時代ってのがあったわけですね。私も半分それに関わっていたんですけども、その中に頭から叩き落とすみたいなね、そんないじめ嫌でしょ、ね、それとも SNS でちまちまやられるいじめも辛いと思いますけども、どっちも嫌でしょ。だから今の方が悲惨だとか昔の方が悲惨だとかって比べられないですよね。で、いじめっていうのはこの世の中からなくならないです。なくならないことを前提にやっぱり生きていかないといけないし、まあ、教えていかないといけないかなと思います。で、いじめに対する立ち向かい方はやっぱりね、あるんですよ。それは個人個人どんな種類のいじめに巻き込まれてるかによって違うんですけども、じゃあね、なんていうんですかね、集団生活っていうのが基本になってるから、このいじめっていうのは問題が起きるっていうのは考え方で言ってみましょうか。まあ群れないことですよね。例えば一人ぼっちっていう言葉が一人になったら悪いみたいな印象を与えますけども、孤独が最強なわけですよ。一人で稼いで、一人で使って、一人で行動する YouTuber ね、いいじゃないですか。これ最高じゃないですか。で、直接目の前に人はいないけども、インターネットの向こう側に誰よりも信頼関係をつないでいる人がいると、で、お互いを思い合っている人が見つかるというね。だからね、学校に行って友人が見つかるなんていう幻想を持たないことなんですよね。まあそういうところもあるし、あとはね、のけものって言葉も良くないですよね。いや、のけものにしてくれって話じゃないですか。なんかその辺がね、なんかちょっとおかしいのかなとかね。まあその言葉の定義とかで人は、あ、仲良しがいないといけないんだ、友達がいないといけないんだみたいなね。だから友達お前一人もいないのかよって言って、いないよってすごいだろうみたいにならなくちゃいけないのに、友達がいればいるほどね、すごい人みたいになっちゃう、人気者みたいな言葉ももう逆ですね。まあ、インフルエンサーっていうのはある意味人気者ではあるんですけども、やっぱりね、お互いは知り合わないけども、まあなんていう、悪に統一された人気者っていうのは果たしてどうなんだろうかっていうことなんですよ。で、いじめっ子っていうのはね、やっぱりね、まあ悪の根源のような気がしますけども、実はね、いじめっ子を許す普通の人の方が悪いわけなんですよ。こうした何もしないただの人っていうのが最も悪くてですね、結局旗色のいい方につこうとするわけなんですよ。自分さえ被害がなければいいと思うわけなんですよね。で、自分の利益のためだったら誰かが死ぬこととかね、まあやり玉にあげれることを、まあ、黙っているというかね。で、私はね、バラエティ番組の中で誰かを叩いたり、誰かを笑い物にしたり、誰かを痛い目に遭わせたりとかして、みんなでわははって笑うのも本当にね、よろしくないなと思うんですよ。そういう低俗なお笑いっていうのがね、本当に嫌で、例えばこうパシンと頭ね叩いてみて、お前それないかってからね、みんなでわははって笑うみたいなね。じゃあ叩かれたその突っ込まれ役の方のお父さんお母さんがテレビ見てどんな気持ちになるかなっていうことなんですよ。だから誰かを笑い物にしてね、誰かを悲惨な役を演じさせて、誰かを汚して、それで笑いを取るってのは笑いなのかなと思っちゃうわけですよね。まあそういうのもあって、だんだんと私はテレビから離れていたんですけどね。まあでも逆にですね、自分で自分を落とす人っていうわけなんですよ。これはね、いじめられない人気者ですよね。これは素晴らしいなと思います。志村けんさんとかね、自ら自分がピエロになって、誰も傷つけることなく自分に笑いを向けさせて、みんなで、大笑いしてね、で人気者になっていくと。まあ、他にもね、柏さんまさんですとかね、ビートたけしさんとか、すごいなと思う人はいるわけですけども、まあでもね、駆け出しの頃はいろいろと人を傷つけながら踏み上がってきたのかなと思いますよね。そういう意味も込めて、世の中ではいじめはなくならないかなっていうのを前提でやらないといけないと。で、私は唯一ね、どんな立場の差あれ、怠慢ならそれは正々堂々としてると思うんですよね。1対1だったら、それはいじめでもなんでもないなと思うんですよね。これは私の勝手な価値観ですけども、力がある人を力がない人に対してね、ジャイアンがこの何ですか、スネ夫やのび太をね、いたぶってるのもいじめなのかなと思いますけども、いや、それは1対1なら立ち向かっていけ、そのぐらいはと私はちょっと思ってしまいますね。ただし仲直りするまでが喧嘩だなというところがありますんで、その審判役というか仲裁役っていうのは必ずいないといけないかなと思うんですよ。昔で言うと、だからそれが番長であったりね、それから熱血教師だったりすると思うんですよ。思いっきりやれと、骨は拾ってやるって感じで、誰も手を出すなっていう言葉をね、これ全部昔あったんですよ。でも今はね、誰も手を出すなじゃないんですよ、やっちまえなんですよね。やっちまえって言って自分は行かないんですよ。でみんなけしかけといてね、いうのがありますけどもね。
で今ね SNS でいじめがあるって言いますけど、昔もあったんですよ。昔もね、このぐらいの紙を授業中にこう回してですね、でいじめの対象のやつだけ回さないみたいな、そういうのはあったんで、まあ、あと口コミでね、誰か特定の人には知らせずにみんなでのけものしようよみたいな、そんないじめもあったんですよ。だから今 SNS があるから陰湿になったっていうのはちょっと私は違うかなというふうに思います。まあいろいろとこういうふうに前提を申し上げた上で、私がね先生としていじめに遭遇したら学級閉鎖をしますね、すぐにね。あのうちの学校でいじめがあることが分かりましたと、問題が解決するまで学級閉鎖しますと、誰一人学校に来なくてよろしいと、で保護者の方にもそれを通達して学校には来させんでくださいって、首をかけてやりますわみたいな感じですよね。結局ね、先生が腹をその据えた姿を見せないと、まあ、ちょろまかしてくるわけですよ。だから学校の先生なり教頭なりなんか分かんないですけど、教育委員会なりね、そういう人が自分の立場、自分の就職先を、職場を、職場っていうか自分の給料の出所を守ろうとする限り、子供たちも結局自分の行き場を守るために誰かを悪者にして自分は知らなかったって言い張るわけなんですよね。でその辺私はね、もうあまねく全てのね、例外なく、どんなに頑張ってる人も、どんなに心血を注いでる先生方にも勝手なことを申し上げますけども、そういう人たちのせいで泉はなくなってないと思うんですよ。自分は一生懸命やってるのにじゃないんですよ。一生懸命やってるのかどうかじゃなくて、いじめられてる人はね、一生懸命やろうかどうか関係ないんですよ。自分にその一生懸命が向いてないことに全ての不満があるわけなんですよね。だから本当にね、真面目にやってらっしゃる先生とか、あの熱心にやられてる先生方には申し訳ないんですけども、それでは済まないよっていう、そういう時代になったと思わないといけないんですよ。だから擁護するつもりは全くないですね。あの学校にいじめがなくなるんで、それは前提なんだけども、それは学校の中にいる先生生徒全てのそこに関わってる人が起こしてるってことで、無関係な人は誰もいないんですよ。っていうところで私はね、こう考えたらどうかなと思うんですよ。じゃあ教員1人、生徒1人、これでいじめが起きますかって話なんですよ。だから集団で過ごす時代は終わったかなと。だからね、学級閉鎖の次はいじめっ子が上がったらいじめっ子を登校不能にするって感じですかね。登校拒否、まあ、こちらから断るって感じですよね。そいつはもう入れないと、転校を進めるとかね、やっぱりそういうふうにいじめられた子が学校に来れなくって、いじめた子が学校に来続けるっていうのがもう、発想としてはおかしいんで、逆にしないといけないかなと。でいじめた人にはそれなりのペナルティをね、課せないと、それこそ逆にいじめられるみたいなリスクもやっぱりちらつかしていかないといけないですよね。だからそういうふうに恐怖で縛ることもいるのかなと思うんですよ。人をいじめれば呪わば穴二つみたいなね、結局自分も穴ぼこ落ちるんだなというところもあるし、あとはね、やっぱこうひどいことをいろいろ言いましたけど、私もいじめがあるっていう現実を学校で見なかったら、学校を出てからの方が悲惨だと思いますよ。いじめってのは相当ありますよ。経済的ないじめね、定額給付金が出てこないとかね、権力を持った人が権力のない人に対していじめてるわけじゃないですか。で休業要請をして、大した保証もないけども破ったら罰則罰金みたいなのがあるわけでしょ。前科もつくわけですよ、行政罰とはいえね。でこういう風になってくるわけなんですよ。だからいじめはもっともっと深刻なところがあります。だからどんないじめが学校にはあるから、どんないじめが社会にあるから、だからこうしろああしろっていう風な知恵を授けてあげるような、そんなね大人になっていかないといけないのかなと思うんですよね。で、まあ、私のいじめに対する解決策はズバリですけども、自分が圧倒的な強さを持つことだと思うんですよね。暴力的な強さです。で強さに比例した優しさを持ってあげることかなと思うんですよ。任侠道ってのはそんなことだと思うんですよね。上に強くて下に弱いみたいなね、力の弱いやつを守ってあげて、そして巨悪に立ち向かっていくみたいなね、まあ、そんな倫理観をつけていかないとなと思うんですよね。それは先生になっても一人の親としても同じだと思いますけども、まずは自分が強いこと、自分の身を守れること、そしていじめられてる人とか弱いものをね、守ってあげれること、自分の身を挺してね、自分のそれこそ時には命を投げ出して守ってあげれることだと思うんですよ。で自分の身が一番可愛いっていう発想から来るんじゃなくて、いつでも自分の身を捨ててあげることですよね。で実際に身を捨てても、その捨て身であってもね、そんな深刻なことにはならないんでね、まあ自分の経験で恐縮ですけども、まあ、散々危ない目にも遭ってきましたけども、こうやってピンピンしてますんで、まあ、そこまでね、まあ、でも怖いこともありますからね、あんまりからずみなことを言わないようにしましょうか。はい、じゃあ総じてまとめていきますけども、先生だったらいじめを発覚したら、いじめが発覚したらね、解決するまでは登校拒否っていうかね、学級閉鎖ですね、それを自分の立場をかけてやりますね。それはクビになったらクビになったらいいんですよ。
じゃあ他の人はどうするんだってことをね、見させてもらいましょうって話ですから。そしてそういう先生をクビにする、いじめをなくすためにたった一人の生徒を守るために学校全体でこう考えてあげれるようなね、学校全体を動かせるようなそんな先生じゃなければまあ教員になる意味はないでしょうね。少数を泣かせて全体を保たすみたいな、そういうねことはね学校では教えない方がいい。それは会社に入ってからで十分ですよ、うん、一部の社員に泣いてもらって全体を生かすみたいなね、こういうのは営利集団でやっておけばいいと思うんですよ。学校は営利集団ではなくて、どちらかというと一番立場の弱い人をどう守ってあげれるかってことをみんなでね育んでいく場所だと思うんですよ、うん、だから勉強っていうのがあるんじゃないですかね、国語算数理科社会、うん、なんかこう知識乏しい人に補習までやってやっぱり精魂込めて教えてあげるわけでしょ、社会で困らないように。で、まあそういうところですかね。まあいじめの話はねちょっとね弱いですね、私もね。どっちかというと私はいじめてた方なんじゃないかなと思いますんでね、この体格と腕力でね。まあただね、なんかこう変な噂を立てたりとか精神的なやつはやんなかったですね。もう全てパンチだったんでだからその時その時で勝敗ははっきりしてましたんでね、うん、次の日に持ち越さないっていうかね。まあどちらかというとね、私はちょっとやりすぎて結構やられた方ではあるんですけどねもうね、もう痛い目にばっかりありましたけどね。やっぱね強いやつはいくらでもいるんですよね、うん、いやでも本当にいろいろと勉強させてもらいました、うん、いじめね、花よろもさん、私はね自分の子供がいじめられるよりも誰かをいじめてしまうんじゃないかなってことの方が心配ですね、うん、ずいぶん鼻が高く育つでしょうからね。まあでも世界と渡り合っていくためには、うん、つつましやかさ、うん、日本人的つつましやかさとともに大胆さ、戦闘力を持っていかないといけないのかなと、うん、あとはそうだね、精神論ですよね、うん、しっかりと禅の心を育んでいかないといけないかなというところもありますね、うん、まあいろいろとこれからも勉強させてもらいます。いってらっしゃい。